波長長及び波短長の場合、左から、イタリアの増六、フランスの増六、ドイツの増六増六の和音は、ドッペルドミナントの第五音化方平易所和音のうち、使用頻度の高い第二展開位置の和音の総称で、イタリアの増六、フランスの増六、ドイツの増六がある。これらのヨーロッパの各国にちなんで付けられた名前は、その正確な由来については、 音楽学者の意見が一致していない。増六度の音程は、異名動音で言えば、単那などと同じだが、火星の機能としては異なる。すなわち二つの増六度の構成音は、銅音、下行同音として、開く形で1オクターブに向かう強い推進力を持っている。増六の和音は主に18世紀後半のウィーン古典派の作品などに頻繁に見られる。増六度は、 典型的には、下方変異した6度音と上方変異した4度音の2音の間隔のことを言う。下方変異した6度音は、ドッペルドミナントの下方変異した第5音。上方変異した4度音は、ドッペルドミナントの第3音であり、標準的な西部連結では、この後に属和音、または属7の和音が、直接的、または間接的に続き、 両方の音が5度音に解決される。であるから当然に、単7度と異名度音では表記されず、増6度と表記される。プレイプレイイタリアの増6は、外見的には、放6の6度応後に、4度音に変形したもので、あるが、第5音が、下方変異した、ドッペルドミナント7の和音の第2展開1の、混音を省略したものである。増6の和音の中は、 唯一3音から構成される和音であり、が重複している。プレイフランスの増録は、イタリアの増録と似ているが、が追加され、第5音が、下方変異した、ドッペルドミナント7の和音の第2展開1の、完全型となる。フランスの増録の構成音は、結果的には、平均率による異名動音で、全音音階に含まれるが、オクターブを等分割した、全音音階とは、 意味が異なる。プレイドイツの増録も、イタリアの増録と似ているが、が追加されている。第5音が、下方変異した、ドッペルドミナント級の和音の第2展開位置の、本音を省略したものである。との間に生じる平行5度を回避するためには、俗和音類との間に、手話音の第2展開位置を挟み、を保留、または、半音上報をさせへ導く、または、をへ導き、 フランスの増6に変化させてから属和音類へ連結するなどの方法がある。ボルフガング・アマデウス・モーツァルトはこの平行5度を回避せずに多用したため、モーツァルト5度と呼ばれるが、火星学または火星法の観点からは必ずしも歓迎されないグレーゾーンである。ドイツの増6は属7の和音と異名同音で同一であるが、上述のように結果論に過ぎない。 67イコール V7A, C, E, G ありがとうございます。